ウィザードリーは1981年に米国のサーテック社から Apple 通用ソフトウェアとして発売された 3D ダンジョン RPG である。現在の家庭用とパソコン用ロールプレイングゲームの発展に大きく影響したシリーズであり、特に初期作品はドラゴンクエストシリーズやファイナルファンタジーシリーズのような家庭用 RPG に重要な影響を与えた。 オリジナル版は Apple 2で作られ、それから他のプラットフォームに移植された。サーテックによる最後のシリーズナンバリング作品であるウィザードリー8は Windows 用として発売され、以降はシリーズ版権取得を行ったりライセンスを受けたりした日本企業によるスピンオフ作品が発表され続けている。シリーズ一覧はウィザードリーのシリーズ一覧を参照。 1981年アメリカにおいて発売されたコンピュータロールプレイングゲームである。主観視点で表現される迷宮を探索し、目的の達成とキャラクターの成長を楽しむことがプレイの目的となる。2006年11月27日にアエリアの版件管理会社アエリア IPM が同作品の6以降の新シリーズのすべての権利と全世界における 商標権をサーテック、カナダなどから取得していたが、この権利は GMO インターネットによるゲームポット市会社か GMO ゲームポットの本社への吸収合併を経て GMO インターネットに移行。2020年10月29日に取り込むが GMO インターネットより権利を取得。新規タイトルを開発中であることを発表した。なお、ご以前の、いわゆる クラシックタイトルの権利については、旧サーテックと原作者の一人、アンドリュー・グリーンバーグとの間で争いがあるため、現在の権利所在は不明となっている。そのため、ウィザードリード名を関する新作は継続して発売されているが、クラシックタイトルに登場したトレボーやワードナ、リルガミンといった固有名詞、呪文名は新作で使用することができず、 クラシックタイトルの移植版は新規販売ができず中古で入手するしかプレイできない状態となっている。メインデザイナーはロバート・ウッドヘッドとアンドリュー・グリーンバーグである。当時、コーネル大学の学生だった二人がそれぞれ作成していたパラディン・ダンジョン・オブ・ディスペアというゲームを互いに評価し、ダンジョンズドラゴンズに代表される RPG を 大学でのコンピュータ支援教育に用いられていたメインフレームよりも規模の小さな個人向けのパソコンで再現するため制作したものが本作のシナリオ1である。そのため行動の成功判定処理、アイテムやモンスターの名称、データ数値などにアドバンストダンジョンズドラゴンズの影響が色濃く見受けられる。また、ウッドヘッドが在校当時に熱狂したプラトーの コンピュータゲーム群、特に、ブリエットの影響も大きい。ウィザードリーの初期作品は、D&D が高い人気を誇った時期に発売され、D&D タイプでありながら豊富な映像表現を実現した最初のゲームとして成功した。なお、シナリオ1、強王の試練場の今王トレボーと、邪悪な魔術師、ワードナの名は、彼ら二人の名前を逆に綴ったものである。 アップル2ではアップルパスカルで開発されている。シナリオ後以降はデビット W ブラッドリーがシリーズを引き継いだ。1985年に PC 版を株式会社フォアチューンが移植し、アスキーが販売している。1987年にゲームスタジオがファミリーコンピューターへの移植の実作業を行ったが、パスカルの動作しない FC への移植について、 ウッドヘッドは難色を示していた。しかし、遠藤正信率いるゲームスタジオのプログラマは、この問題をクリアした。FC 版では、BGM の作曲に、羽田健太郎、登場モンスターのデザインや広告イラストに、末見淳を起用している。一方、1998年発売の、プレイステーション版と Windows 版の移植は、ローカスが言った。シナリオ1から3を、 ディルガミンサーがシナリオ4.5をニューエイジオブリルガミンとして一本にまとめている。こちらも羽田健太郎が FC 版とは異なる楽曲を、つえみは FC 版とほぼ同じイラストを提供している。なお、ディルガミンサーが Windows 版は後年の移植で唯一マッキントッシュ版の UI に近い作りとなっている。バンダイもワンダースワン用に移植するが一作のみで打ち切った。 1991年にアスキーより発売されたウィザードリーガイデンをはじめとして日本ではウィザードリーのタイトルを関するライセンス作品が現在に至るまで多数制作されているこれらの作品は主に日本国内のみで販売されているが武神ウィザードリーオルターナティブウィザードリートラワレシ魂の迷宮ウィザードリーオンラインのように日本で開発リリースされた後 欧米でもリリースされた作品も存在する。ウィザードリーのオリジナル版はゲーム雑誌ソフトークの売上調査によれば発売9ヶ月の1982年6月には24000本を売り上げて成功した。1983年6月のエレクトロニックゲームズ誌には疑うまでもなくウィザードリーは現在最もアップルで人気のあるファンタジー冒険ゲームであると書かれた。 1980年代、ウィザードリーは、ロビン・ウィリアムズ、ハリー・アンダーソン及び、バーレインの皇太子のような著名人を含んだファンを楽しませた。特に後者は、個人的にサーテック社と同等の立場で話をした。1996年発行のネットジェネレーションでは、上位60番のゲームとしてランクされた。は、設定だけで全部が成立していて、 物語は自前で作るという画期的なスタイルに感動して、丸一年毎日やっていた時期もあったゲームの歴史の中でも別格的な存在だと思いますよ。あれ以降のゲームは全部ビジュアルや音声等余計なものを増やしただけだと感じたくらい、このゲームに出会ったことは僕がデジタルを用いた表現にはまる伏線にもなりましたと絶賛している。 ウィザードリーは対戦している魔物の画像を表示したコマンド式戦闘システムを確立した。このシステムはバーズテールやドラゴンクエスト、ファイナルファンタジーといった後のゲームに模倣された。ウィザードリーのパーティー単位の戦闘はリチャード・ギャリオットにウルティマ3で同様のパーティー制システムを取り入れることを促した。また、基本職での下積みを経て上級職へ、 キャラクタークラスの変更を行うクラスチェンジの要素を取り入れたゲームであった。ウィザードリーに触発されて多くのクローンが生まれ、コンピュータ RPG のテンプレートとなった。1985年のバーズテールやマイトマジックはウィザードリーを起源とする著名なシリーズに含まれる。日本ではウィザードリーを元にシステムを簡素化した。 事実上国内 PC 用発のコンピュータ RPG ザ・ブラック・オニー・キスがウィザードリーの日本語版よりも1年早い1984年に発売された。中でも家庭用機向け RPG ドラゴンクエストシリーズは3作目までを通じてウィザードリーのコマンド式戦闘やキャラクターの装備やステータス以上パーティー制職業や転職といったシステムを コンピュータ RPG に不慣れなユーザーにとっても段階的にわかりやすく取り入れこれらのシステムひいてはコンピュータ RPG そのものを日本において真に一般化させた。戦士や盗賊、僧侶、魔法使いといった異なる能力を持った最大6人のパーティーを組み 3D 表示された迷宮を探検するのが基本のスタイルである。なお、 メンバーの前から3人までが前衛となり、敵との格闘戦を担当する。迷宮では、遭遇する敵を倒しつつ攻略していく。敵を倒すと経験値である、EP と通過である、GP が獲得できる。EP と GP は、他の一般的な RPG とは異なり、パーティ全体に与えられるものではなく、生存メンバーごとへの分配式であるため、EP は各メンバーごとに、 同じ数値が GP は同じ額が参加メンバー1人ずつに与えられる。また敵を倒すと宝箱が出現することがあり、この宝箱は任意で開閉の有無が選択可能である。開けた場合は戦利品を獲得できることもあるが、宝箱には罠が仕掛けられていることが多い。宝箱の罠の解除は3では盗賊、忍者のみが可能であるが、 解除に失敗する場合もある。なお、宝箱の罠の内容を調べるのは全メンバーが可能であるが、これには盗賊、忍者以外では正当率が相当に低く、また盗賊や忍者であっても当たり外れがあるため、実際に開けた場合の罠と異なることもある。盗賊は他の職業に比べて戦闘力に劣るが、宝箱の罠を解除しなければ強力な装備は入手できないため、 パーティの戦力が落ちるのを承知で盗賊を人々入れ、将来的に上位クラスの忍者にクラスチェンジするのが通常である。耐久力や呪文の使用回数が少なくなったら、街へ戻り、宿屋に泊まって回復し、装備を整えて、再び迷宮に入り、徐々に探索範囲を広げていく、という工程の繰り返しでゲームは進んでいく。その間に、各キャラクターは、 経験を積んでレベルを上げることで成長していき、一度の攻撃で多くのダメージを与えられるようになったり、強力な呪文をより多くの回数唱えられるようになっていく。また、戦利品から優れた武具を選び身につけることでも戦力を強化できる。ウィザードリーシリーズの初期の作品は拠点となる街は文章で表示され、魔物や迷宮のグラフィックも現在のゲームと比べると簡素では、 あった。しかし、迷宮とそのうちのあらゆるものが、アスキー文字による疑似平面図で構成され、示されるローグと比べると、冒険者の視点で描かれた迷路は臨場感があった。PC98 シリーズ版のパッケージには、書き込み式のマップシートが同梱されており、プレイヤーは地図を自作するようになっていたが、後期の移植作品では、ゲーム内で自動的に、 マップを生成できるようになった。世界観やシナリオは、基本的に従来のテーブルトーク RPG の流れを組むが、クムがウィザードリーは、さらに独自のネタを追加し、モンスターやアイテムに、各地の神話、SF、黒沢明作品など日本の時代劇ネタ、幼児番組、セザミストリート、同様、マザーグース、ダジャレ、果ては、空飛ぶモンティパイソンの影響も参見される。 あとのドラゴンクエストにもこれらに影響を受けている。オリジナル英語版のブレードックイージナートの概略しかしながら、日本では上記のようなパロディはあまり注目されず、正統派ファンタジーとして受け入れられた。例えば、ゲーム中に登場する剣、カシナートの剣が日本では名称カシナートが鍛えた剣として紹介されている。この名称カシナートの設定は、 テーブルトーク RPG 版、ウィザードリー RPG などに引き継がれている。ファミコン版移植の際には、由来不明の魔物、マイルフィックにパズスのような独自の解釈によるイラストが付けられている。ベニー・松山によるノベライズ作品や石垣玉木によるコミカライズ作品も日本人が受容した、正統派ファンタジーの世界観を用いている。ゲームを開始した直後、 プレイヤーはまず冒険に参加するキャラクターについて、種族と性格、職業を選択することで作成する。シナリオ1、3、5ではゲーム中で最大20人まで登録でき、うち最大6人までパーティーに参加させ冒険することとなる。シナリオ6以降では6人のパーティーメンバーのみ作成する。なお、6以降では性別がデータに追加された。 レベル各キャラクターは戦闘で経験を積むことでレベルアップが可能である。レベルアップすると力や素早さなどが向上する可能性があるほか耐久力の向上、攻撃回数の増加、呪文の習得、呪文使用回数の増加という面でキャラクターが強化される。このゲームにおいては各種能力値ではなくレベルの値そのものが非常に重要となっている。なお、 レベルアップに必要な経験値は職業によって大きく異なる。最も成長が早いのは盗賊であり、遅いのは忍者である。レベルの上限は設定されておらず、無限に上げることができる。ただし、PC エンジン版 I-2-3-V はレベル1000でカウンターストップ。PS 版リルガミンサーガでは上限が999に変更されている。 ヒットポイントキャラクターの打たれ、強さ。レベルアップによる累積ではなく、レベルアップごとに、乱数で算出されるため、非常に幅が広いのが特徴である。アーマークラス防御力。値が小さいほど相手の攻撃成功率が下がる。防具を装備するか、一部呪文を受けることで変動する。忍者のみ、装備をつけない裸の状態で、レベルにより、アーマークラスが減少する。 AC-10 以下で LO と表示されるようになり、シャーマン戦車級の防御力があるとされる。AC-100 以下で VL と表示されるようになる。レベル221以上の忍者を裸にするか、4のラスボスである、ークウインド卿に遭遇すると、VL 表示を見ることができる。ただし、近年の作品では、AC-20 以下で VL と表示されるものもある。 能力値、種族5つの種族から選択する。種族によって能力値の基本値が定められており、職業の選択に大いに影響を与える。選択時制限はないが、変更はできない。他のファンタジー作品では、デミヒューマンは人間よりも透明であることが多いが、本シリーズにおいては、どの種族も同程度である。シナリオ6以降は、 さらに6つの種族が追加されている。15の種族6以降にも引き続き登場するが、能力の特徴が変更されている種族がある。6以降に追加された、種族性格善、中立、悪の3種類から1つを選択する。職業キャラクターの特徴を決定づける要素で、シナリオ1、3と5では8つの職業がある。初期段階では、制限によって選択できないものがあるが、 別の職業で成長して、条件を満たすことで転職することができる。シナリオ5までの職業は、能力値のほか、性格によっても選択できなくなる可能性があるが、職に就いた後で性格が変わる可能性はある。例えば、性格が悪のものは、能力値が条件を満たしていても侍にはなれないが、性格が善の侍が悪の性格に転じることはある。 シナリオ6以降は、さらに6つの職業が追加されている。イチゴの職業6以降にも引き続き、登場するが、特徴が変更されている職業がある。6以降追加された、職業転職能力値が、各職業の条件を満たしたキャラクターは、転職が可能である。転職後は、レベル1となり、それまでに得た、耐久力と習得した呪文は引き継がれるが、5歳。 低度を化し、能力値は各種族の基本値まで低下し、呪文使用回数も最低限まで低下してしまう。なお、一部の機種、シナリオにおいては、アイテムを使用して、レベルや能力値などをそのままに転職を行うことが可能である。呪文シナリオ1号では、魔術師呪文と僧侶呪文の2系統に分類される。それぞれが第1第7段階に分けられ、 段階ごとに数個ずつの呪文が属している。キャラクターのレベルが上がるにつれて、新しい呪文を習得し、MP が増える。MP はその段階ごとに設定されており、呪文を行使するごとに MP を消費する。僧侶と魔術師は、最短で、レベル13に達した時点で、すべての呪文を習得するが、司教、侍、君主の場合はより高いレベルが必要とされる。 pc 版のシナリオ2では、マロールが、シナリオ5では、ソコルディかバモルディが攻略上必須となる。シナリオ6以降では、呪文のシステムが一新された。過水風土神聖の6領域に大きく分類され、それぞれの呪文は6領域のうちのどれか一つに属する。どの呪文を習得できるかは、魔術師系統、僧侶系統、錬金術系統、 霊能力系統の4系統によって異なっており、現在ついている職業によって、どの系統の呪文を習得できるかが決まる。呪文によっては、複数の系統で習得できるものもある。高度な呪文は、レベルやそれぞれの系統のスキル値を上げないと、習得できない。MP は6つの領域ごとに設定されており、呪文によって定められたポイントを消費する。レベルが上がれば、 最大6倍まで一度に MP を消費して効果を上げることができる。ただし、発生のスキルが低いと呪文が逆流して、パーティーがダメージを受けることがある。呪文の名称は、シナリオ1号ではアルファベットを組み合わせた、独特のものという魔法単語の組み合わせ、シナリオ6以降ではその効果を表す、A 単語、熟語がそのまま呪文の名称となっている。 転送を一つのシナリオで成長させたキャラクターは別のシナリオに転送して使用することができる。転送した場合に持ち越せるものはシナリオや機種などにより異なる。キャラクターの転送にはフロッピーディスク、ターボファイル、メモリーカードなどの外部記憶装置やパスワード方式が用いられる。また、複数のシナリオを収録しているタイトルでは シナリオ間でのキャラクター転送をサポートしているものもある。シナリオ678のキャラクターの転送では、プレイヤーの迎えたエンディングによって、次のシナリオでのゲーム開始状況が異なる、マルチビギニング方式を採用している。シナリオ135では、街にある各施設を利用することで、冒険によって失われた体力や魔力を回復して、体制を立て直すことができる。 そして迷宮と街との往復を繰り返しながら探索を進めることとなる。シナリオに及び、3、5はギルガミンと明示されているが、1、4については単にトレボーの城とだけ書かれており、両者が同じ街かどうかは不明。シナリオ6以降には、このような拠点としての街は登場しない。なお原作者、ロバートウッドヘッドによれば、ギルガメッシュ、ボール、タック、 カントなどは彼とアンドリュー・グリーンバーグが TRPG をプレイしていた時のキャラクターの名前とのこと。シナリオ14では一つの階層は20マス、20マスの正方形で構成されているになっている階層もある。壁や扉はマスとマスの間を仕切っている。マップの端は繋がっていることがある。パーティは一度に東西南北のいずれか一方向。 初期状態では一マス先までしか見られない。一度に狭い範囲の状況しか見られないので、方向を変えてフロアを歩き回りながら、プレイヤーは方眼紙とペンを用意して、独自に地図を作成する必要に迫られる。据え置き機や携帯機ではオートマッピング機能が付いている作品もある。ある特定のマスには以下のようなものが設置されている。壁や扉にも一方通行や、 見えない扉などの仕掛けがある。迷宮探検を行うパーティーに立ちふさがる主な障害として戦闘を仕掛けてくるモンスターが挙げられる。彼らとの戦いをいかにうまく切り抜けて効率よく探索できるかがプレイヤーの腕の見せどころである。AD&D に習い、ドラゴン、マンティコはスライムなどの神話や想像上の生き物からカピバラ、 コヨ用手などの実在の動物まで様々なモンスターが存在する。また、プレイヤーキャラクターと同じ戦士や魔術師などの人間たちも襲いかかってくる。以下に本家に登場するものから過半数である4作品以上に登場したものを紹介する。本作品では、プレイヤーキャラクターが死んだ場合、ロストと呼ばれる復活できない状況が生じることがある。 HP が例になった状態は死亡である。モンスターの攻撃や罠などでヒットポイントがゼロになるほか、クリティカルヒット攻撃を受けたり、宝箱の罠が発動したりして、残り HP に関係なく死亡する場合もある。キャラクターが死亡した場合は、ジーンや呪文で蘇生させることができるが、失敗する場合もあり、死亡からの蘇生に失敗すると、敗状態になる。 肺からの蘇生も可能だが、死亡からの蘇生に比べ、寺院の場合は高額の費用が、呪文の場合は高レベルの呪文が必要となる。肺からの蘇生にも失敗すると、ロストとなり、そのキャラクターはデータを抹消されて、完全に消滅し、蘇生させることはできなくなる。データが抹消されるタイミングは様々である。寺院で肺からの蘇生に失敗した場合は即座に埋葬され、 そのキャラクターのデータは消滅する。迷宮内ではシナリオにより、蘇生に失敗した時点で即座に消滅するものや、メンバーから離れたり城に戻ったりした時点で消滅するものがある。シナリオによっては、泉の奇跡などにより、ロストから蘇生するケースもある。シナリオ2では、一部アイテムのスペシャルパワーを使うと、即座に死亡するが、ロストした状態のキャラクターに使った場合でも、 死亡となるため、ロストから復活することも可能である。また、全滅した場合に、キャラクターがロストすることがある。本作品では、迷宮内で、パーティが全滅した場合、パーティーメンバーの死体はその場所に取り残されることになり、その者たちを復帰させるためには、生きている者がその場所へ行き、死体を回収して蘇生させなければならない。その際に、 一部のメンバーがロストし回収できないこともあるほか回収した場合でもそのメンバーの所持品が奪われて亡くなっていることもある。死体を回収するときには回収のための空きメンバーを作らなければならないため少ない人数で行く必要があり道中の戦闘がより困難となる。その他のロストの要因としてレベルアップなどで生命力のパラメータが極端に低くなった場合や エナジードレイン攻撃によってキャラクターがレベル0以下になった場合がある。他に主に宝箱の罠、テレポータに引っかかった場合、岩のマスにテレポートで飛ばされることがあり、この時は石の中にいると表示されてロストとなる。ただし機種によってはこの時はロストせず全員が死亡して城に送還されるものもある。 シナリオ2では、スペシャルパワーを解放すると、ロストになってしまうアイテムが、複数存在する。シナリオ3では、そこに到達する直前に何度も警告はされるものの、普通に歩いていける場所に全員強制ロストとなる、トラップがある。特殊な例だが、p c エンジン版、ウィザードリー5は原作及び他の移植作のごと大きく、異なる点が非常に多く、 本来味方専用である魔法を敵が継承してくる。その中で悪魔にのみ効果がある魔法がヒューマノイドのプレイヤーに効果があり、効果は即ロストである。ウィザードリー5は城に帰った時点でロストとなったキャラが消えるという仕様が多く、様々な裏技でロストからの蘇生が可能なバージョンが多いが、PC エンジン版は戦闘中に即抹消されるため、 他の一部バージョンで存在しているスペシャルパワーや水泳でロストから復活との裏技が全く使えないため簡単にロストになってしまうこともある。シナリオ6以降ではこのロストの要素はなくなった。ただしシナリオの特性上、工場的にキャラクターの蘇生を行う施設がなく補充メンバーを入れることもできないため蘇生手段を持ち合わせていない場合、 メンバーが欠けたままゲームを進めなければならない。ウィザードリーは1991年2月20日に松竹富士より発売されたオ v ブ A 作品。シナリオ1をベースにしたオリジナルストーリーでモンスターデザインはファミコン版を元にしている。独自の設定としてワードナワアミュレットを使って世界征服を企む悪の魔術師でアミュレットに施された封印が解かれた時。 千年の呪いにより世界は滅び去り、永遠の闇が訪れるとされている。ストーリーはアドナからアミュレットを取り戻すべく、トレボー王によって集められた冒険者たち。だが、いつしか冒険者は、危険を犯すことを避け、迷宮の手頃な階層で魔物を倒して、日銭を得ることに就寝するようになり、本気でアミュレット奪還を考える者は、ほとんどいなくなっていた。侍の真。 君主のアレックス、忍者のホークウィンドたち三人も、そんなパーティーの一つであった。ある日、地下4階で魔物に苦戦した三人は、凄腕の僧侶ジューザとその弟子、アルパーに救われる。かつてワードナと共に冒険し、強王トレボーにアミュレットをもたらした、ジューザは、アミュレットを取り戻さねば、いずれワードナの手によって世界が滅びることを知っていた。 それを阻止するためアミュレット奪還を目指すジューザは三人の腕を見込み共に地下十階へ向かうことを誘う。しかしアミュレットには興味がないとその申し出を断った三人は地下九階まで同行することにする。地下九階に降りた一行はグレーターデーモンの群れに襲われている女魔術師シーラと出会う。シーラやジューザの呪文の助けもありづらくもグレーターデーモン。 フラックとの連戦を切り抜ける三人。日に日に迷宮の魔物たちが強くなってきていることを実感していた三人は、ジューザ、アルパーと共に地下10階へ降りてワードナへ挑戦することを決意。シーラもまた、村政を求めて地下迷宮に消えた恋人、ランディの手がかりを求めて一行と同行する。地下10階に降り先へ進む彼らの前に、 村政を手にした侍が立ちはだかる。それは、ワードナが送り込んだ資格、バンパイアロードによって魔物にされた、ランディであった。死闘の末に、ランディを倒し、村政を手に入れたシン。彼らは、ランディの仇を撃つべく、そのまま、ワードナの現室へと乗り込み、決戦に臨む。しかし、ワードナはすでにアミュレットにかけられた封印を解き、恐るべき力を手に入れようとしていた。 シンはムラマサを使いこなせずに苦戦を強いられ、アレックスはバンパイアロードを倒すもエナジードレインを受けて戦闘不能。さらに、アルパーをかばった獣座が倒れ、一行は窮地に陥ってしまう。だが、獣座の死によってシンは怒りを爆発させ、ついにムラマサのシンの力を引き出すことに成功。シーラのマハマンに魔力を封じられたワードナをアミュレットごと一投両団に切り伏せる。 すべての後、魔物として死んだ、ランディ、精神力を使い果たしていた、銃座の魂は失われ、共に蘇生は叶わず埋葬された。一行は、すべての力を失ったアミュレットを、トレボーに返さず、銃座と共に埋葬する。そしてシンは恋人を失ったシーラへ、ランディが手に入れたものだからと、片身である村政を、返そうとするが、彼女は、村政を使いこなせるのは、 真の侍だけと彼に村政を託す。こうしてアミュレットをめぐる戦いは終わったが、一連の冒険を通じていがたい仲間となった5人は、共に新たなる冒険に旅立つのだった。キャストスタッフ主題歌、3D ダンジョンもの以外の共通項があるもののみ、記載。ありがとうございます。